皆さんお願いします。はい、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 あ、全部支払いで。はい、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 あ、いや、本命が21だったんですよ。で、もう21しか考えられんかったんですよ、今回は。あの、データ的にも出やすいんで。あの、だけど、あの、24ね、引っ張ると思わなくて、24入れてれば久々に5数字いけたんですけどね。いやいや、全然全然。ほんと。多分3万超えてちょっとだと思う。多分。本当は昨日払い戻そうと思ったんですけど、三重県行っとったもんで。はい。ちょっと松坂城行っとったんで。あ、パワースポット巡りばっかり行ってるんで。あ、ま、松坂市まで行ってきたんですよ。めっちゃ遠かったですよ。あ、これでもう多分終わりだな。多分。計算したんで。これでも一応プラスになってるから。あ、いいっす、いいっす、いいっす。これもうない。はい、ということで、36,400円ですかね。当たりが9枚、外れが21枚でした。はい、当たりが9枚しかないのに、これだけいってるっていうことですね。28,800円使ってるんで、7,600円プラスです。はい。はい、最後に俺が何が言いたいかっていうとね、1500円しかなかったら、ロトセブン、5口買うよりは、こっちのガチャ500円なんで、500円3回やるよってこと。はい。まあ、このガチャも、在庫ないんですけどね。